人の一人旅、日本の名所へ行こう。前回出雲大社に到着したものの、別のしめ縄と勘違いしたままミッション失敗のともちん、間違いにも気づかず一時のチェックを迎えることに。さあ、貧乏空腹宿なしずぶ濡れで疲れもピークのともちん、今週はどうなるの。広島方面へ国道54号線を走るともちん、途中の道の駅で運命のメーターチェックを迎えた。本日、3日目一発目のチェック。昨日さ、1時6分2回ともな、ゼロやったもんな。今日こそ、これ7、50、2台。ともちんの空腹もピーク、どうにか没収だけは免れたい。所持金没収、空腹、立ちごけ、野宿、土砂降り、確かに大変でした。あー嬉しい。ダン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 、やったー。返した、確かに返したから、ありがとう。よっしゃー、何食べよう。できた。何食べよう。お腹すいた、食べようかな。あったかいもんか、なんか道の駅のレストランで早速食事を取ることにしたともちん。とりあえず体冷え切ってるから、先スープから飲もう。いただきます。今のうちに味わって食べとこう。いただきます。いただきます。完食。ありがとうございます。おいしさまです。1200円使った。でもまだまだ全然余裕で残ってるから使うよ。食べたいもん食べるよ。お腹も懐も満たされたすと目指す江ノ島や。よいしょ、頑張るぞ。54号線をまっすぐ行けば広島。ともちん楽勝。広島って島国？違う。6時までに宮島に着きたいともちん、心配になって地図を確認することに。急がな、やばい、時間6時やろ。次のチェックで没収の可能性も、それまでに有効にお金を使っておきたいところ。すいません、お尋ねしたいんですけど、あのね、宮島に来たいんですけど、はい。だからこれを左に向けて市内入って国道2号線、それを今度は右へまっすぐずーっと走っていく。またバイパス上がるから料金いらせんのに、そしたらもう分かるわ、ずーっと走っていくやん。ここからどれぐらいで行けますか？1時間、まあ弱と思えばいいんじゃない。分かりました、ありがとうございます。ありがとうございます。その1時間でどうかつくかつかへんっていうのを攻めたいと思います。よし、勝負かけるよ。私は広島城があるんやけど、めっちゃ寄ってみたいんやけど無理やわ今は。広島市内を通り目指すは2号線。
道のりは簡単、たった1回右に曲がるだけ。実に興味深い。どうして左に曲がったのか。トムチン、そっちは岡山じゃけ。次回、行く手に塞がる赤信号、迫るチェックに焦るトモチン、お金を手にし悪魔の微笑み、トモチンの運命やいかに。